未完成のスーパーレイゲームのボード。最新の動きは、上中のローカルボードの左中の格子に打たれた例で、罰は次に左中のローカルボードに打たなければならない。スーパーレイゲームとは、33の格子の中に配置された9つの例、ゲームで構成されるゲームである。このゲームの戦略は、概念的に非常に難解で、コンピュータにとって困難であることが知られている。 小さい33の例ゲームの格子はローカルボード大きい33の格子がグローバルボードと呼ばれる。×がローカルボードの右上の角に打ったため例は次の番で右上のローカルボードに打たなければならない。ゲームは先手が81個の空白の格子のうちのいずれか一つに×を打つことによって始まる。これにより相手はそれと相対的な位置に送られる。 例えば、バツがローカルボードの右上に打ったら、例は次に右上のローカルボードに打たなければならない。例はそのローカルボードの中の空いている9つのマスのいずれかに打て、バツは違うローカルボードに送られる。もしあるローカルボードが普通の例ゲームのルールで取られたら、そのプレイヤーはそのローカルボードを取る。ローカルボードの結果が決まった後、そのローカルボードに送られた時は、 そのプレイヤーは他のボードに打つことができる。どちらかのプレイヤーがグローバルボードを取るか、これ以上打てなくなった時にゲームが終了する。グループアクションズ、オンウィニングゲームズ・オブ・スーパー・チックタック等。ホイットニー、ガージ・アナウスキー、ジャニーヌ、2018年1月29日閲覧、アルティメット・チックタック等。オーリン、ベン、2018年1月29日閲覧、 AI アプローチズ2アルティメットチックタック等、リフシッツ、エタンチャラル、デビット2018年1月29日閲覧。ありがとうございます。